どうもお疲れ様です。よろしくお願いします。まあ、前回ですね、クラドを見たら絶対号泣する説みたいな企画があったと思うんですけども、その時に毎回毎回ですね、みんなをですね、と付き合わせてしまっているわけですね。まあ、今回はですね、念願さんにちょっと恩返しドッキリをしようかなと思いまして、はい。まあ、今回やるドッキリはですね、念願さんの大好きな嵐、やたら俺ら詳しいドッキリはい、ということで。いやー、これ怖いっすよ、だって。知識量がちょっと広すぎるんちゃうかなっていう。あ、そういうこと、うん、嵐ってもう一つの学問以上に教科書あるんや。結構お笑いいけんじゃないですか。20年間やってるから大変やと思うけど、まあでもそのちょっとそれはもうちょっと一旦今夜できるところまでで、ね、あ、はい、できるところまでで、今回は明日4人での撮影がありまして、はい、でその時に俺らがもう学習した嵐の知識をめちゃめちゃ喋ってると、はい、そんな会話してたらちょっと喜むんじゃないかと。ただ平和平和などめちゃくちゃ平和ドッキリですね。そうですね。まあ一旦ですね、できるところまで嵐の知識を覚えていきたいと思います。というわけでナイキッドバスボービーズ 3x5。 はい、というわけで、はい、ちょっと覚えていくわけなんですけども、はい、ちょっと読んでいくんで、はい、ちょっとなんか気になるところあったらメモっていてください。はい、嵐は、はい、日本の男性アイドル芸人のアイドルですね。その時の芸能事務所、ジャニーズ事務所、この情報大事、この情報よ、はい、ちなみにそれ、あの東山さんがハワイ行きたいっつったからハワイ行ったらしいっす。あ、そうなんや、はい、それめっちゃ知ってるやんお前。前で皆さんから聞きました。強っ。マジ？てか電話さんこの辺は知ってるわけや。はい、あ、これ誕生日、生年月日全部から覚えよう。相葉雅紀くん1982年12月24日、あ、これ覚えやすい、37歳。血液型は AB 型、出身地千葉県、メンバーカラー緑。なんでや、なんでテスト終わったと思ったらテスト勉強してる。かわいそう。おんぐー、おいおい。じゃあ一旦覚えたから、ここまでちょっとクイズです。じゃあ問題です。嵐のレーベルは？ナイス。はい。1999から2001まで、ポニーキャニオンで、それ以降はジェストボです。正解。ありがとうございます。じゃあ、嵐の名前の由来は？じゃあ僕いきます。はい。世界に嵐を巻き起こすっていう意味と、世界の頂点に立つといった意味が込められております。ああ、世界です。ありがとうございます。はい、じゃあ、次いくよ。はいっす。4月5日にリリースされた、グループ初の両 A 面シングル、サンライズ日本、ホライズン。で、グループ初の月間1位を果たした。サンライズ日本ちょっと調べてみます？はい。やばいやばい、読めへん読めへん。魔界の工事、魔界の工事っての聞いたことある。ちなみにこの曲4分43秒ってことだけ言っときます。あ、それはいいですね。それはおもろいっす。ちなみにさっきあちが編の劇場版があるんですけど、112分ってことだけ言っときます。あ、ちなみにあのローマ皇帝のディオクレテナスって皇帝、あの引退してキャベツ農家やってました。あ、キャベツ農家、いやいや、いい。こっからちょっとあれする、飛ばし飛ばしで言います。飛ばし飛ばしでちょっとなんか目ぼしいものを見ていこうか。2002年の3月に相葉くんが肺気胸で入院、バーサス嵐が放送開始。 VS じゃん。 VS 嵐だよ。あぶねー。あぶねーじゃない。あぶねー。あぶねー。嵐の宿題くんってあるじゃないですか。あぶな。これ多分しか電話さん好きなんですよ。確かに確かに。 G の嵐の前 D の嵐、 D の嵐の前 C の嵐なんですよ。ほんまや。このレーサー多分おもろい気します。確かに。やっぱ2009年10周年ですから、うん、ここ多分イベントごと多そうですよね。確かに。2009年に紅白初出場。嵐に仕上がれ。はい、おはようございます。ということで、今朝の11時半で、ちょっとすんが昨日ちょっとあまりにテスト勉強でちょっと寝落ちしちゃって。じゃあ問題です。大野聡くんと、はい、二宮くんのユニットのことは何て言うでしょう。いや、聞いたことないっすわ。あー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 大宮 SK だろ。大宮 SK。 ちなみに嵐で一番売れたシングルは、あれじゃないですか、100年先もじゃないですか。いや、普通に嵐やった気がする。え、嵐違う、あ、違うかな。嵐で1位は、あ、嵐、あ、そう、そうかな。何枚ちなみに。でも97万。スマップの世界に一つだけが意外とミリオンいってへん。200万いったのかなって。もうラスト200万じゃないですか、確か。
というわけで、あれからなんと6時間ぐらいが経ちまして、かなりの知識を吸収しましたね。はい、そうですね。レンガーさん意外と大したことないんじゃないか説、ちょっと俺も直してるよね、ちょっと、うん、レンガーさんの領域は多分シングルとかアルバムとか、俺らはちょっとジャンルちょっとなんかあんまり集合的には、はいはいはい、あの、被ってへん気がして。そうですね。で、こっちで、こっちサイドがマウントを取っていけば勝てるのではないかと。うん、はいはい、勝つ負けるじゃないけどな、ほんま、ほんま、そうそうそう、ほんま喜ばせるというのが、そうそうですね、はい、意図なのでね、はい、ということで、まあ実戦までね、1時間ぐらいあるんで、はい、まあ、もう少し最後詰めて本気を見せたいと思います。はい、はい、最近さ、嵐めっちゃ好きでさ、はい、あれ言っちゃったっけ。あ、それうーいす、嵐結成したの1999年の言っちゃったっけ。あれ結成したのもあれっすよね。ハワイです。ハワイで9月15に結成やね、確かね。そうですね、9月15結成の。あ、それでもハワイ時間やな、それ、はい、日本時間やったら9月16日。16ですね。あの、初めてのシングルいつやったっけ。いや、嵐11月3日じゃなかったっけ。シングルの方あれっすよ、11月3日っすね。大体あの頃って今もかもしれんけど、水曜日に出すっていうのが定例やったよ、はい、一般にってことですか。一般に、一般に。ちなみに嵐の嵐、97万枚売れてるって。ああ、ギリ100万枚いってないの。それタトゥーンで抜かれたの。タトゥーンのリアルフェイスは100万枚売れてるの。えギリギリで生きてんのに。まあ、ちなみに嵐の嵐、作詞したあのジェット&ティーっていう人、ああセクシーゾーンの菊池風磨のお父さんってことだけど。そうなんや、知らんめっちゃ調べてるやん。気づいてきたんやね、どんどん。気づいてきた。みんなもやっぱ気づいてよかったよかった、俺嬉しい嬉しい。え、よかったよかった、俺嬉しい嬉しい。え、嬉しいですか。全然嬉しいよ。だって、なんか俺同担拒否って概念理解してないから。これだって、なんで同じ担当だって嬉しくないっていう方向性で生きてるからさ。ちなみに俺、磁石教えて俺。磁石って何？磁石っていうのは、桜井くんと二宮くんの、S と N っていう頭文字で SN って言って磁石っていう。俺多分聞いたこと、試して買ってんやって聞いたことあるけど。してる。してる。桜井くんが試して買ってんってやって、はい、聞いて試したらあんまウケへんくてすぐ。あんまウケへんくてすぐだから。ちなみに、秘密の嵐ちゃんの前番組で G の嵐ってやつがあったんです。そうでした。嵐の宿題くんやけど、ちなみにそれ。ちなみに G は、頑張るの略ってことで言っとく。あ、そうなん、それ知らなかった、むしろ。A の嵐ってのもあるんやけど。あ、あるんすか。どう見てただけやから、ちょっと、それ分からんな、俺。うん、逆に。A の嵐あるんや。はいはい、あの頃って松潤なんか結構ヘタレキャラって気ぃする。松潤バク転できひんからな。あ、そうそうそう、桜井くんと松潤は。そうそうそう。てか、松潤でも自分で言うから偉いよね。今日はみんなでバク転やろうと思うんすよ、みたいな。ですよね、みたいな M ステの振りがあったんやけど。うん、松本桜井はやりませんよ。やりませんよ。あ、これ、謙虚やな、と思って。あと、松潤が、はい、何？はい、失礼しまーす。でも、はい、今話続けるけど、はい、めっちゃ好きやん、やっぱり続き話しますね。いやいや、ちょっとこれだけ言いたくて、はい、28って完全数って話。松潤のクーラーとの適正温度28度ってこと。強いなそれ。ちなみに松潤の足のサイズ 26.5cm って知らんわ、そこ知らんもん。メンバーで一番足小さいのは大野くんで 25.5 なんや。あー、あと全員 26.5 なんや。あー、なるほど。あ、そうなん、あと全員 26.5 なんや。そう、そう、よう知ってんの。身長一番高いの知ってます。相葉くんじゃん。おー、何センチ知ってます。相葉くん何センチなんやろな。175っすかね、確か。あー、そうなんや。5センチ。じゃあ俺より全員ちっちゃいんや。そうで、一番ちっちゃいのが大野くんで166センチ。わ、この前、あ、ちなみに J は172センチでちょうど平均。お前 J って言うな。お前二宮くんが J、 松潤のこと呼ばだ名で言うな。言うなって。ちなみにお前嵐の2枚目のシングル、うん、どんなか知ってる。サンライズ日本。おお、あとホライゾンっていうのもある。あ、ホライゾン、ホライゾン A 面 B、 A 版 B 版ね。それをダブル A サイドシングルっていうの。いや、よくほそホライズンとか知ってるな、お前。ちなみにサンライズ日本の曲の長さ4分43秒から。あ、俺の1500の昔のベストあったわ。4分43秒。ホライズン5分7秒。お前よしって、確かにホライズンちょっと長い、ちょっと長い。で、サンライズ日本の作曲者は魔界の工事って。知らんねんな、そこまで。そこまでは知らんねんな。サンライズ日本のお前作詞したやつ。抜き打ちで流れるって結構嵐ファン何人答えれんねやろ。松潤ちゃんの誕生日いつやったっけ。8月30日。おお、マジで。だってあのあれやもん、毎年毎年あの24時間テレビの時大体松潤の誕生日近いから。おお、なるほどね。そうそうそう。じゃあ相葉くんだけ AB 型なのね。はいはいはい。確かに相葉くんさ、そうそう、相葉くんだけ千葉県出身。そうそう、相葉くんだけ千葉県。今言おうと思った、今言おうと。相葉くん結構はぶられてる。ちなみにあの相葉茶ってあるじゃないですか。あれさ、センブリ茶ってことだけど。
秘密の嵐ちゃんのシェアハウスとかで冷蔵庫に入ってるから、はい、てかもう CDG の嵐見たすぎていろんなとこ見るけどやっぱないよね。ないよね。もう C の嵐って2002年ですから、ね、そうです2002年。嵐の未来と同級生ぐらいだ。嵐の未来と同級生ぐらいちゃうから、ね、ちなみに D の嵐2003年です。ああ、ね、そうですね。あの大塚のさくらんぼとかと同級生。ああ、そうです。じゃあ D の嵐は、じゃあちなみに2005年 G の嵐なんですか。2005年何回ります。2005年はカルフォード183。カルフォード。でもなんかこのレベルで話せる人出てきて嬉しいよね。嬉しい。この全然嬉しい。なんでなんで、逆にだから悲しまないといけない理由がないから。言うても、よく知ってんなお前らっていうところにまず帰着したわ。だって俺はだってさ、まあまあ長いことファンやってるからさ、あの嵐ちゃんの時からの番組のこととか言うけど、よう知っとるわ本当に。というわけで、電眼が大好きな嵐、やたら詳しいドッキリでした。昨日僕らめちゃめちゃ勉強しました。めちゃめちゃ勉強しました。やっぱり預けです。よかったよかった。なんなら電眼さん来た時にここにあの勉強した跡残ってたんで、やべえと思って片付けました。昨日俺らも年表とかめっちゃ見てたもん。スンがもう30時間徹夜してるって状態で、そっから公文書のテスト終わった後に直で来て、その後もう一回テスト勉強みたいな勉強するって言って、ちょっと発表してない、ちょっと情報と言って、あと言いたかったのなんやろな。ちなみに曇りの地改正版の AA サイドシングルの片方ってことで、ビリーブね、ビリーブの時の裏。そうそう、2009年の3月。ちなみにまあ、俺踊ったとか言って、踊ったよ。あのその時は歌のお兄さんで、あの関ジャニのマルも出てたってことで。一番びっくりしたのなんやろな、あの足のサイズかな。あんなとこ知ってる。26.5 で一人だけ 25.5 とかさ、意外ちっちゃいっていう。よし取ろう思て。